やっぱりこういろんなゲームがこうあって、あの今のゲームがある、あの突然あるものじゃなくてつながってるものだと思うんですよね。僕もやっぱり過去に遊んできたゲームから学んだことが影響したことっていうのもすごく多くて、だからそういう流れっていうのを一つ全てで僕はゲーム文化じゃないかなっていうのを思います。そうですね、まあ自分でこう基盤を買ってみてそれは気づいたことなんですけど、もうすごく古いもので、だから僕が好きなのは85年86年87年、あの辺の基盤で言ったらもう30年近く前の機械ですよね。もう骨董品ですよね。だからこう見てみるとすごい埃もかぶってて、あ、多分これってその僕が今ここの手元に来る前にもうどこかのゲームセンターで使われてて、こういろんなゲームキッズたちがこの基盤でゲームに挑戦して遊んできたんだっていうふうに思ったら、その歴史の重みっていうのを含めてこの基盤を持つっていうことの楽しさなんだなっていうふうに気づきましたね。そうですね、僕その中学ゲームセンター行ってた中学の時ってお小遣いが月1000円だったんで、まあ、1000円でこうその本を買ったり、まあ、なんかお菓子買ったりで、そのゲーセン行ってゲームをやったりなんで、あのすごいお金が大事だったんですね。で、1円たりともこう無駄にできなかったんですよ。だからその難しいゲームをいきなり入れてお金入れて遊んで、あ、死んじゃったっていう無駄なことは絶対できないんで、もうとにかくこう長く遊べるように、そのやりたいゲームを他の人が遊んでるのを見て、その見ながら攻略法を学んで、 あそこに行ったらいいんだとか、あれやっちゃいけないんだっていうのもずっと見てて、満を持してお金を入れて遊ぶっていう、もう特にそのあの頃って1日1回ゲーセンに行ったら、そうですね、3回か4回くらいしか遊べないんですよ、お金がないから。なのでお金がすごい大事だったんで、そういうふうにそのじっくり見て攻略法をちゃんと学んでからお金入れるっていうのにしてましたね。で、逆に今度自分が上手くなってくると、あの同じように他の人たちがプレーを見に来るんですよね。そういうギャラリーを背中に背負って遊ぶっていうのが当時の子供たちのステータスだったんですよ。いっぱいありますね。まあでも僕が一番熱中してたのはグラディウス と、スペースハリア、それからファンタジーゾーン、アルカノイド、ER カンフー、ガルディア。休みの日でもうこう家にいるときに、家でぼーっとしてると、あ、もうグラディウスがやりたいと思って、その時まだステージ3のモアイのところで、まあ、クリアできないで苦労してるところだったんですけど、もう頭の中でこう考えてるし、ああいう風にやればクリアできるんだと思ったら、もういても立ってもいられなくて、もうお金なかったんで、もう家のだからそこら中引き出しの、親の引き出しの中とか探して、こう50円玉1個見つけてそれ握って、もうそのまんま自転車乗ってゲーセンに行って1プレイして死んで帰ってくるっていうようなこともやってましたね。やっぱりゲームを遊ぶのと作るのって別というか、ゲーム遊んで楽しいから作るのも楽しいんだろうなっていう甘い考えを持っていて、で実際、まあ、カプコンに僕入ったんですけど、実際入ってゲーム作るってなると、当然そのいろんなプレッシャーがのしかかってきて、ユーザーのために失敗できないとか、まあ、スケジュール内に作らなきゃいけないとか、多くのスタッフをまとめていかなきゃいけないとか、いろんなプレッシャーがあって、やっぱり最初は妥協することもありましたよね。で、まあ、僕は入社して三上さんの下についていろいろ学んだんですけど、三上さんからそのゲーム作りのセオリーというか、そのクラフトマンシップというか、そのこだわり、ゲームただ面白いんじゃなくて自分が何を大事にしてるか、どこを絶対諦めちゃいけなくて守らなきゃいけないのかっていうことをちゃんと自分で決めて、それを実行しろっていうことを三上さんから教わって、まあ、そこからそれができるようになりましたね。そうですね、まあ、バイオ2の前にそもそもそのバイオ1のチームに僕入って、ディレクターではないんですけどプランナーの一人として入って、
僕はその怖いものが嫌いなんで、そのゾンビとかお化け、幽霊とかお化けとかそういうものが嫌いなんで、そういう映画も見たことなかったですし、僕が思うのは突然バイオがデビルになったというよりも、実はもうバイオ2を僕がディレクションした時からこうだんだんグラデーションをかけて変わってきてるのかなっていうふうに思って、バイオ1とバイオ2を比べていただいても、明らかにバイオ2の方がこうなんていうか、ホラーよりもアクションムービーに近い形にちょっと路線が変わりつつあって、でだからその次に、まあ、デビルというかバイオ4を僕が作り始めた時っていうのは、それをさらに加速させた方向に行ったから、ああいう風になったのかなっていうふうに思いますね。そうですね、まあ、僕が今まで遊んゲームを遊んできた時に自分が楽しんでたことっていうのをそのダイレクトに表現したものがやっぱりデビルだったと思いますね。そのなんていうかショーオフっていうの、見せびらかすというか、その自分のかっこいいところを見せるっていうのは、そういうゲームじゃないシューティングゲームとかアクションゲーム遊んでても、要するに普通に倒せば普通にプレイして倒せばそのままクリアになるようなところでも、自分のその華麗なるプレー、こういうふうにやった方がかっこいい、まあ、そういうのはもしかしたらゲームセンターでこう背中にギャラリーを背負って遊んでる時に、お前らが思いもしないようなプレイしてやるぜみたいな感じでやってた経験っていうのが生きてるのかもしれないですけど、そういうその一人遊びというか、その自分だけのこのプレイスタイルを作ってかっこよく見せて遊ぶっていうことをいろんなゲームでも今までやってきたんで、ベオは僕の中では過去の自分に挑戦したいっていうのがあって、なんだろうな、まあデビルを最初に作って、でアクション、ああいうなんていうかこうスタイリッシュアクションっていうものをみんながこうすごく気に入ってくれて、でまあ当然そのデビルの続編もいろいろ作られましたし、まあ、デビルに似たようなああいうスタイル のゲームっていうのも他の各社から出てきてて、でそういうそのああいうスタイリッシュアクションみたいな市場の中で、いやこの俺はこのゲームが好きだったとかこのゲームが好きだったってファン の人たちがいろいろこうみんなで楽しみながら話をしてる中で、いやでもデビルはちょっとなんか例えば技が少ないしとか、まあ、ここのレスポンスがあれだしみたいなことをみんながこう話してるのを聞いて、僕的にはお前それ7年も前のゲームなんだぞというふうに思って、今の俺だったらもっと違うもん作れるわっていう気持ちがあったんで、そういうところに対して挑戦したいっていうのがあって、もう一回同じスタイリッシュアクションのジャンルに挑戦しましたね。今自分がゲーム遊ぶときにはやっぱりどちらかというとユーザー視点の方が強いですよね。だからユーザーって好き勝手なこと言うんですよ。なんて言うんだろう、その作り手側にしてみたらこんなこと言いたくはないんですけど、スケジュールがとかメモリがとかいろんな問題があるんですけど、そんなことユーザーには関係ないじゃないですか。やっぱそういう視点で見ますよね。でもそのマップが少ないとかキャラクターが少ないとかもっと作れよとか、それは唯一ユーザーとしてすごく思いますよ。僕がゲームにすごい熱中したその80年代、85年6年、頃ってグラディウスもスペースアリアもそうなんですけど、すごくこう革新的なゲームがたくさん出ていて、でゲームのそのクリエイターたちもその何もまだ市場にないところにゲームビデオゲームっていうものがこう現れ始めて、みんなが作り始めたんで、みんながこういろんなゲームをこう作ろうと挑戦してた、挑戦的なゲームがすごく多かったんですよね。もちろんすごくヒットしたゲームにはそのフォロワーがたくさん出てきたんですけど、そのフォロワーの先頭になるようなゲームっていうのがあの頃はすごいたくさん出てたんですよ。それがその僕が未だにその80年代に対してすごくこの思い入れを持っている理由で、でそれをやっぱりその僕がまだ中学生や高校生、
まだティーンエイジだった頃、その一番感受性の高い若い頃にそういう時代をこうリアルタイムで経験できたっていうのは僕のすごい宝物だと思っていて、それが今の僕のゲーム作りにもすごい生かされてると思いますし、これ僕自分のゲーム作りのセオリーとして持ってるもので、まあ、これはあの三上さんからあの学んだことなんですけど、その欠点をなくすっていう作り方じゃなくて、いいところを伸ばすっていう作り方をすると、それが大事だっていうふうに教わってて、僕の中でもそれが自分のゲーム作る時の約束になっていて、そのどこがダメかを探して潰していくっていうことよりも、どうやったらこのゲームがもっと魅力的になるのか、そこをそれがあるんだったらそれをもっとどうやったらあの伸ばせるのかっていう、そういうところにフォーカスして僕は作ってる。移植してください、これ家庭用にお願いします。